いや、これまで見た、今まで見た処刑でね、一番残酷だったよね。あの熱いよ、戦いでよ、もうバチンバチン、もうぶち壊れないか、どっちか。これ切れるよ、切れるよ、この鎖切っちゃうよ。いいんだね、やっちゃって。いいんだね、やっちゃって、やっちゃうよ。ならば、上げたー、どうー、91、カウント2。うわ、これは体重のあるマーク・デイビスにとっては大ダメージとなった。歩ける歩ける歩ける、デイビス歩ける、オスプレイ決まった、決まった、オスプレイ神人だったな。 Because my name is Will Ospreay and I am on another level。 You Japan World Now ということで、本日のゲストはグレート王冠選手に来てもらいました。どうしよう、今ナウ回ってますから。もう手首も痛いしよ、この姿勢ずっとよ、いたから腰も痛いしよ、すげえ前傾姿勢ですね、これ。いや、もうやる気ねえわ、もう帰らせてくれ。もうね、これが何があったのかということがね、今日ニュージャパンカップ2回戦だったんですけども、まあ、今日エンパイアのジェフコブ選手とイービル選手がセミファイナルで激突しました。まあ、その時にですね、ハウスオブトーチャー対策としてセコンドで来ましたよね。ああ、そうだよ、はい、カズノなリオな取ろうとしたんだよ、うん、でよ、フェナーレとカエルがやられてっからよ、見殺しなんかできねえだろ、はい、まあそうですね、助けに入ろうとしたらこれだよ、助けに入ろうとしたのにこうなってしまった。まあ背後からね、襲われてましたからね、イービル選手、ね、まあ、だから多分だからイービルはよう一番警戒してたんだと思うよ。あ、だからジェフコブがね、リーダーとか言ったけど、本当はヨがリーダーってあることをね、分かったから。すごいポジティブ思考ですね。ヨね、一番に、ね、警戒してたんだと思うよ。あ、だからまずこうやって動きをね止めたんだ。じゃないと考えられない、信じられない。まあまあまあ、それじゃない。まあ、そういうことにしといて、でリリーバブやでも、結局助けに入れないだけで4対1ですよ。いや、最後あれはないだろう、いやー、もう急所、トーチャーツール、末、ケイン、そしてイービル。完全にさすがのコブ選手もあれじゃ無理だろうと。いや、これまで見た、今まで見た処刑でね、一番残酷だったよね。いやー、ひどかったです、ね。本当にハーストもトーチャー何、恥じないとはね。まあ、なんか褒めたくはねえけど、あ、まあ、名の通りやってくれたな、本当に。で、まあ、イービル選手が勝ち進んだということになりましたけども、メインイベント、その時も王冠選手はこの状態だったと。ああ、そうだったよ。同門対決、オスプレイ選手対マーク・デビス選手の初対決なのに、うん、こんな状況で。熱いね、声援を送りたかったよ。はい、バン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 リング叩いてよ。はい、やりたかったよ。はい、動かせねえ、痛くてよ。だっけな。いや、本当にもうついてないというか、ね、あの熱いよ、戦いでよ、もうバチンバチン、もうぶち壊れないな、どっちか。いや、本当そうですね。本当だよ、もう。改めてマーク・デビス選手のパワー、うん、下半身のあのお尻から太ももの太さでパワーあるっていうのは分かりますけども、うん、もうあのラリアットの音もすごいですし。すごいな、あのコーナーでよ、串刺しを1回転するって見たことあるか、お前。コーナー、串刺しの状態でラリアットを食らってる、そこでね、1回転。あれは。初めてで、なだれ式だよ。何触れましたっけ、もう。デイビスがもうバッコンで、もう、はい。羽がすごいって、もうリング壊れてないか、今、勝たせてっけどよ、ね。その後もロープに走ったのはラリアット、もう決まったと思いましたけども、それも返す、オスプレイ選手。いや、そうだな、そのオスプレイはね、やっぱり、シングルマッチの量が違うからよ。あ、やっぱ強さは同じぐらいだと思うんだけど、はい、こなしてきたこの視線の数はやっぱちょっとオスペイの方が上だったかな。うん、それがやっぱ効いたかな。だからあと最後のよ、緻密に足を攻めたのが効いたよな。なるほど、足攻撃、オスプレイ選手途中かなりやってましたね。足4の字でも固めていたマーク・デイビス選手、最後決めにこのなんか技を食らってもですね、タイガードライバー91、あの体重を頭から落としてしまった。それでもなんとか立ち上がろうとしたけど、足から崩れてしまいました。いやー、まああとエルボーのぶつかり、ああいうところやっぱなんか負けん気みたいな感じだよな。もうだって仲間にやるような技じゃなかったぞあいつら。まあですから本当に同門対決あるけども、まあオカン選手もおっしゃってました、まあお互い手も抜かずにそういうのやるという、そういうのを本当にこう目で誰もが分かるような形でしっかり見せつけてくれましたね。ああ、まあ、それに関しては要は満足じゃん、はい、エンパイアのな力を見せつけてくれたよ、はい、絆の力もな、うん、ただ絆の力は見せつけれてるかどうかは
信じるかどうかはもう皆さん次第ということで、最後ももうオスプレイ選手もヘガーラ選手も全然目もくれず帰っちゃった。気づいちゃったよね、パンダの穴開いてるってよ。ああ、もうパンダが開いちゃったよね、本当に。ちょっとこれもうパンダ開いちゃって絆はこれどうなんですかね。ねえ、もう鎖みてえに。どうするんですか今日。鎖みてえに。どうすんだよ。ねえ。もうみんな岡山行けないんじゃないか、もしかして。岡山、あ、これ不先輩。いや、大事なのは、処刑があるんだぞ。いや、まあそうですけど、その岡山はですね、もう2日後15日水曜日18時半ライブ配信でございます。ニュージャパンカップ2回戦。王冠選手対デビッド・フィンレイ選手。ああ、そうだよな。はい。フィンレイ選手、バレットクラブのこのガタガタした感じみたいなこと言ってましたけども、これエンパイアももうなんかガタガタした。いや、ないね、ないね。ない。この後ちゃんとビール飲みに行くから。あ、行く？大丈夫です。じゃあ来るんですね。ああ、OK です。そしてメインイベントは海野選手対ザック・セイバー・ジュニア選手。海野選手が勝ってくれれば、岡選手も勝った場合、これは新世代対決があると。ああ、そうじゃ。はい。そういったこう楽しみもありますんで、ぜひ皆さん岡山大会18時半ライブ配信、ぜひライブでご覧になってくださいということで、なんかあれば、まあ、要は怒ってるからね、同じバレットクラブとして、この責任を取ってもらうよ。まあそれとそれがなかったとしてもだ、あんなよ、与との試合があった時にあんなよ、エレファントズモとゴタゴタしよう、試合集中できてねえようなやつに、負けることがあればよ、これはもう勝負は時の運じゃ済まさないよ。なるほど。ということで皆さん、ご期待でございます。負ける前には二人繋がること考えるバカいるか、この野郎。繋がってるじゃん。じゃあちょっと僕はこれ切れるよ、切れるよ、この鎖切っちゃうよ、切れ、この鎖切ったらよ、大したもんだよ。大したもんですよ。この鎖切ったら大したもんだよ。いいんだね、やっちゃって。いいんだね、やっちゃって。やっちゃうよ。おい、ちょっと待てよ、ランキール落ち着けよ、早くない。おい、何撮ってんだこの野郎。おい、歌ってんの。先輩よ、力見せてやる、この野郎。行け行け行け、お互い行け。首、肩にダメージ。おぉ、この場で赤と入ったな。おぉ、ダメないから。でも、相手の、デビッド相手の決まった。ナイスファイル、ナイスファイル。俺も4枚いくぞ。